衆議院の政倫審を巡り全面公開を求めている野党側に対し自民党は昨日冒頭のみカメラの撮影を可能としその上で西村前経済産業大臣と武田元総務大臣の質疑を先行して行うことを提案した。しかしこの提案をした直後西村さんと武田さんという話でしたが武田さんのみになるというような話になりました。さらに入れ替わる形で新たな情報が武田良太議員がなぜ自分が一人なんだということで、今断ってきたというようなことになってるんでどうなってんのかっていうのがもう私もよく分かりません。野党側の議員によると自民党側は2人の出席を提案した直後西村氏の出席を撤回すると残された武田氏も1人だけの出席に難色を示し調整がつかなくなったというのだ。西村氏は先週政倫審出席についてこう話していた。私の知り得ること知っていること全て正直にお話をしたいというふうに思ってます。はい。どういう心変わりがあったのだろうか。大筋合意していた開催の前日に突如見送りとなった政倫審。この異例の事態に野党は正直自民党さんにこう交渉当事者能力がもうかなり欠落してるんじゃないかなと思いますし党としてのガバナンスがほぼ機能していない状態です。このような自民党見たことありません。一方見送りについて自民党は我々交渉の最中にですね交渉の条件を変えられると交渉がまた一気に戻ってしまうのか非常に困ってしまいますので我々はそういう面ではですねそれぞれの申し出のあった議員の方々に対しても非常に申し訳なく思う気持ちもあります。条件変えたのお前だよ。